ゼロから始めるスマホ入門コース簡単スマホ編第5回目は前回メールの基本が終了いたしましたので今回は新しいパートに入っていきますまだまだ始まったばかりですので焦らずに少しずつ理解していきましょう今わからなくても最後まで進んでいくとそれぞれの点がつながっていきさらに理解が深まっていきますゆっくりと着実に進んでいきましょう それでは本日の講座を始めましょう。今回はチャプター4の文字入力の基本になります。まだまだ3分の1が終わったばかりです。ゆっくりと着実に進んでいきましょう。それではチャプター4文字入力の基本の講座を始めたいと思います。 まずはじめに文字入力の方法についてご説明いたします。もう知ってるよという方は復習という位置づけでやってみましょう。それでは文字入力の重要性についてご説明いたします。インターネット検索、LINE、メール、ネットショッピング、地図などを利用する際にも必ず文字入力が必要になります。 最近は便利になってきましたので、音声入力という方法もございますが、雑音が入ってしまい、うまく認識されなかったり、音声入力された文字を一部修正する必要があるときなどに、文字入力が必要になります。文字入力は大きく分けて3つの方法、トグル入力、フリック入力、楽ラクラクツ2タッチ入力がございます。 詳細については後ほどご説明いたします。その中でも最も一般的なものはフリック入力になります。自分に合う入力方法を見つけていきましょう。こちらでは文字入力の入力画面についてご説明いたします。端末によってキーボードが異なります。今回は ベイシオとシンプルスマホの入力キーボードから説明してまいります。キーボードには基本的に切り替えをすることでいろいろな文字や記号に対応していく形になっています。画面左の黒い部分にある記号、顔文字を押してみましょう。中心部分、グレーの部分の内容が変わります。画面左のあ A1 と表示されているボタンはこのボタンを押した回数で灰色の中心部分の文字がひらがな英語数字に変わります右側の黒いボタンは一番上が1文字を削除したいときに押すボタンになります入力した文字にスペース空白を開けたいときには上から3番目のボタンを押すとスペース 空白を入れることができます一番下の虫眼鏡のボタンは文字を確定したり入力した文字を検索したい場合に押すボタンになりますこちらでは NTT ドコモより販売されている楽楽スマホの文字入力するための入力画面についてご説明いたします基本的に黒い部分は 切り替えに使用するボタンになります。文字を押すと、ひらがな、カタカナ、英語、数字に切り替えることができます。矢印の右と左は、それぞれの空白、スペースを開けたいときに押します。入力文字を削除したい場合には、削除を押すことで文字の削除ができます。文字に濁点を打ちたい場合には、文字を打った後に、 機能の部分が、濁点、反濁点、小文字に切り替えられるボタンに変わります。検索のボタンは文字を入力した際に、決定に変わり、決定を押すと検索ボタンに変わります。このように文字入力を行った作業に応じて、表示される文字が変わっていきますので注意しましょう。こちらでは、 文字入力の入力方法の種類についてご説明いたします1つ目はトグル入力になりますガラケーと同じようにその文字が出るまでタップする入力方法になります1回文字を入力するのに最大5回小文字までを入れるには最大で10回タップする必要があります2つ目はフリック入力になります文字をタップして 前後左右に移動させて文字を入れる方法になります。慣れるとトグル入力より格段に早く入力することができます。3つ目は楽々2タッチ入力で2回のタップで文字が入力できるようになります。比較的多くの方に利用されている入力方法はフリック入力になります。ご自身に合う入力方法を選択しましょう。 それでは実際に文字入力をしてそれぞれの入力方法を体験してみましょう。まずはトグル入力で「イを入力しましょう。「あ」のキーボードを2回タップすることで入力することができます。次に同じ「イをフリック入力で入力してみましょう。「あ」のキーボードを押すと上下左右に文字が表示されます。 イの場合には左側にスライドし指を離すとイの入力ができます。楽ク,クスマホの場合には基本設定が楽クラクツータッチ入力になっています。アをタップすると上部にア行の一覧が表示されます。その中からイをタップすることでイの入力をすることができます。 こちらでは、小文字、濁点、半濁点、苦等点の入力方法についてご説明いたします。小文字は1文字を入力した後に、章を1回タップすることで小文字にすることができます。濁点は1文字入力した後に、章のボタンを2回タップするか、左にスライドさせることで濁点をつけることができます。 半濁点は1文字入力した後に小のボタンを3回タップするか右にスライドさせることで半濁点をつけることができます。句等点は句点がタップ1回、等点がタップ2回、もしくは左にスライドすることで入力することができます。楽楽スマホの場合には文字を入力すると 左下の部分に、濁点、半濁点、小文字の候補が出てきますので、そちらをタップすることで入力することが可能になります。楽々スマホで句読点を入力したい場合には、和のボタンをタップすると、句読点の候補が出てきますので、該当するものをタップすると入力することができます。 それでは次に変換についてご説明いたします。変換の種類は大きく分けて3つあります。1つ目は通常変換になります。すべての文字を入力して変換する方法になります。2つ目は予測変換になります。文字を入力している途中で候補の文字がいくつか表示される機能になります。 すべての文字を入力せずに入力したい文字の候補が出てくるので非常に便利かつ素早く入力することができます。三つ目はつながり予測になります。文章を入力中にその後に続く文章の候補が表示されます。こちらもすべての文章を入力しなくて済むので非常に便利な機能になります。 こちらでは先ほどご説明をいたしました予測変換とつながり変換について例を挙げながらご説明いたします予測変換の例としては買いましたと入力したいときに買いままで入力した際に買いましたという候補が下に表示されますその文字を選択するだけで入力が完了いたします つながり変換の例としては、ありがとうと入力すると、その後に続くございますという候補が表示されます。そちらを選択することで、一文字も入力せずに文章を完成させることができます。最後に、練習として、老若男女を漢字で変換してみましょう。以上で、 ゼロから始めるスマホ入門コース簡単スマホ編のチャプター4文字入力の基本の説明を終了いたします次回はチャプター 5Google 検索の基本になります少しずつ慣れていきましょうまた文字入力については別の講座でもより早く入力する方法について解説しておりますぜひご参照ください